はい、どうも、自宅です。トワイスです。というわけで、まどろみの森で、ホッペとザマゼンタがどうやら戦ってるみたいな感じなので、行きたいと思います。編成はですね、ザマゼンタと戦うかもしれないというのと、もしかしたらその後ホッペと戦うかもしれないってことで、一応戦えそうな編成プラス、まあ、捕まえたばっかりですけど、ザシアン、こちらも、使っていこうかなと思います。70なんで、まあ、使おうと思えばそのまま使えるかなってことで。技物、ノリヨシ、ザシアン、これダンデからもらったリザードン。で、タイユンテムスコ、こちらレベリング枠の2人ですね。というわけでやっていきましょう。あ、そうだ。ホップのいる森の奥まで送ってってあげようか。助かる。おお、いるじゃねえか。あ、度胸あんな。よしよし、もう大丈夫だぞ。お前なら自分を抑えられる。ああ、ザマゼンタ、表情がねえように思えたけど、だいぶ弱ってる感じだな。だってガラルを守った真の英雄なんだぞ。お。おお、落ち着いたか。やった、すごいぞ。ちょっとホップ、ボロボロじゃないの。来てくれたのか。ザマゼンタなだめるのに夢中だったからな。ああ、伝説の英雄を生身で抑え込もうとするなんて、無茶すぎて呆れる。でも落ち着いたんだな。すごいな、ホップ。そうかな。ドアネキに褒められると嬉しいぞ。え、本当に、いいのか？ザマセンターなんて言ってるの？俺を認めるって、俺のポケモンになるって、そう言ってる気がする。え、本当？やばすぎ。本当にいいんだな。じゃあ、行くぞ。そんな近距離で全力投球しなくても。ああ、でもなんかあれだな。なんて言うんだろう、主人公、あの、僕より主人公してない？君すごいぞ。あんたたちマジですごすぎだって。俺だってまだ信じられないけど、でもさ、おかげでなんか吹っ切れたぞ。だって、このザシアン・ザマゼンタ捕まえるまでのさ、このストーリーさ、どっちかっていうとホップの成長物語じゃん。やべえ。ドアネキ、お願いがある。ビートの真似じゃないけどさ、俺ともう一度勝負してくれないか。すべてが始まったこの場所、まどろみの森で。そうだな。ウールが柵を開けて中に入っちゃって、そこに二人でウールを助けるために入っていったのがね、始まりだったからな。ザマゼンタに認められたホップはきっと手強いね。万全の状態で勝負に挑むんだよ。準備が必要なら森の入り口まで送ってってあげようか。大丈夫。準備はしてある。あとは、どうしよっかなぁ。そういえば、切り刻ん何も持たせてないんだったな。聖なる剣が格闘か。初手ウールだと予想して、ザシアン先手で行こう。あとは流れで。行くぞ。負けたくねえ。甘えないために無限ダイナ置いてきたけど、実際に僕の腕で勝てるかどうかってとこだ。そりゃちゃんと6匹いるよな。バイウル、これは読み通り。やるぞとはね、き手加減、手加減なんかするなよ。もちろん。俺お前相手に手加減して勝てると思わないもん。
レベルもバイユール先手69ってことは、多分こっちとレベル帯的には同じぐらいになるわけだな。行くぞ、聖なる剣。一撃。まあ最初の一匹ぐらい一撃で沈められないと残りが心配っていうのがあるもんな。カビゴン、このまんま。目標だった兄貴がチャンピオンじゃなくなってさ、俺何を目指せばいいか分からなくなってたんだ。でも僕も噂程度にしか聞いてないけど、バトルタワーに行けば強化された探偵がいるという話を聞いたんだな。あー、ここで研磨1回ぐらい積んでもよかったな。カビゴン何しに出くるかわからないから沈めときたいってのもあったんだけど。あー、バチンウニ。電気、水が入ってんのかな。入ってなくてもここはノリヨシが一番だろう。このシリーズ、クリア後のやつ、トワネキもソニアも自分の道を進んでるだろう。俺だけ置いてかれてるみたいで焦ってたんだ。このシリーズ始めたばっかりの時、アーマーガー出しちゃって4倍電気でいてーって言ったの覚えてる。ドラムアタックでいこう。あ、等倍か。ってことは電気と、あ、毒。なるほどね。それは弱点だ。毒にはならなかった。よかった。ドレインパンチでちょっとだけ回復。ああ。これは、ここで回復の薬使ってくるのか。だけどまあ、ありがとう。たっぷり回復できたよ。というわけで、ドラムアタック。こっちの方が早いからね。OK。次は、インテレオンか。これはそのまんま戦わせて、トワネキやネズさんとポケモンたちを助けてさ、俺も誰かの役に立てるって分かった。悪いけどお前は一発で決めさせてもらう。冷凍ビーム、狙い撃ちじゃなかった。くぅ、こりゃ11交換かな。うっそ、これは予測すべきだったよな。ま、向こうも回復の薬一回使ってるんだし、こっちも一回ぐらい使ってもいいでしょう。ただまあ、もう一回レッドビームだよな。次凍ったらさすがに俺は交換するわ。OK、大丈夫。どうしよっかな。向こうの方が早い。ああ、どっちにしろ状況は変わってないか。氷が来るとして、リザードンを出したって意味がないか。耐えねえかな。さすがに耐えねえかな。まさかインテレオンがな、壁になるとは思わなかったな。炎飛行等倍か。ちょっと待って。だとし、等倍だとしたらせめて特防が高いやつ。あー、この中で一番特防高いのザシアンか。行くか、ザシアン。等倍同士の殴り合いっていうのはあまりに戦略性がないんだけどな。だよな、レトビン。冷凍ビームは今一つというわけで、これは聖なる剣。
次は。狙い撃ち。そりゃ10倍のダメージってなったら10倍でくるよな。でもこっちの方が素早さが速いってことは、一応インテレオンは落とせると。アーマーが来たな。そのためのリザードンよ。畜生、やったな。でも楽しいぞトワネキ。俺もって感じ。というわけで火炎放射だ。どうだろう、相手は怖い顔とかかな。一撃。ラスト一匹か。ザマゼンタ、ザマゼンタはこのままいけるか。鋼決着をつけたいのにずっと戦い続けてたい、そんな不思議な気分だ。ドアネキもそうだろう。お、なんだかくすぐったいけど嬉しいぞ。よし、泣いても笑っても最後だ。ザマゼンタ防御力が高えだろうが、物理防御が高いのかな。そうなったら火炎放射なんだよな。早えな。でもサイコファングは10倍だ。ダメージレースならこっちが勝てるか。食べ残しだから急所をもらわなければ勝てるはず。同じか。頼むぞリザードン。よし、サイコファング確かひるみがあったなって思ったから、ひるまされてたら危なかった。そこそこいい戦いだったんじゃない。お前がいて兄貴がいてくれて俺は強くなるぞ。サンキュー。さすが最強のチャンピオン、トワネキは強いよな。でも今までと違って負けてもすがすがしいぞ。トワネキ、俺夢ができた。世界中の困ってるポケモンを助けてあげられるポケモン博士になりたい。みんなとスタジアム巡ってさ、ポケモンたちを助けていくうち、そう思えるようになったんだ。まだポケモンの知識とか経験が足りてないから、これから勉強していく。そしていつかトワネキやソニアが誇れる立派な博士になるぞ。トワネキや兄貴とは違う道を進むけど、これからもライバルでいてくれよな。負けないぞ。へへ、それでこそ俺のライバルだぞ。ああもうずるい、青春しちゃってさ、うるっときちゃったじゃん。ソニア、年取ると涙もろくなるらしいぞ。ああなんですって、まだピチピチだし。ホップ、あんた研究所で私の助手しない？え？本や資料もたくさんあるからポケモンの知識つけ放題。博士を目指すなら私が勉強見てあげるし。絶対やりたいぞ。でもいいのか？もちろん、助手さんいなくなって困ってるから、うーんとこき使うよ。そっちが本音かよ。でも俺頑張るぞ。トワネキも応援してくれよな。あー、レアリーグカード。お？ほらお前ら。おいおいおい、素晴らしい戦い、そしてフレッシュなやりとりでした。おいおいおい、痛く心揺さぶられ。え、ソットとシルディ、ネズさんに兄貴まで。どうしたのよあんたたち。おっと小娘よ、サガーズとも言う。我々トワネキ様に会いにやってまいりました。こいつら直接謝りたいと聞かなくてですね。俺はお目付け役だ。一応ガラルの元王族だからな。
委員長の仕事の引き継ぎでタワーにこもっていたが、お前らお手柄だったぜ。そうなんだよ、そいつらがダイマックスをバーンってさ。我々そのことについては本当に後悔しております。自分たちの保身のため罪のないポケモンを傷つけ、多大な迷惑をおかけしました。しかしトワネキ様はそんな傲慢な我々を助けてくださった。ダイマックス級の器の大きさ、あなたこそ王にふさわしい。だから王様はザシアンとザマセンタなんだってば。いえ、王を譲るならトワネキ様以外ありえぬ。見れば見るほどセレブリティな佇まい。そうかい、割とかっちりしつつライダースジャケットっていうカジュアルなものを羽織っているんだが、トワネキ変なのに懐かれちゃったな。おっと、時間ですか。名残惜しいですが我々はそろそろおいとましますよ。迷惑をかけた方々への謝罪ツアーが待っているのでね。それではグッドバイ。はっはっはっは。おい、勝手に行くんじゃないですよ。ホップ。なんだよ兄貴。チャンピオンとワネキとのポケモン勝負見てたぜ。本当に強くなったな。思わずリザードンを出して参加するところだった。ホップ、自分の進むべき道を見つけたんだな。兄貴として、いや、お前のライバルとして応援してるぜ。うん。へえ、あのダンデが褒めるなんて、ホップの語彙力足りてないけど。うるさいな。さて、それじゃあ私たちも、お、誰が先に森を出るか競争だぜ。おっと、ガラル地方を冒険してもっとたくさんのポケモンを探して捕まえよう。シュートシティでバトルタワーやトーナメントが開かれているぞ。今まで以上に手強いトレーナーたちに挑戦だ。はぁ、なるほどね。本来はここまでやって本編終了みたいな感じなのか。チャンピオンになったら終了っていうのが今までのポケモンっていうか、まあ僕がやってきたやつは初代と初代リメイクだったから、そこで一応終わりみたいな感じだったけど、なるほどね。まあ僕は通信交換とかする相手がいないので、交換で進化するポケモンとかシールドにしか出ないポケモンは手に入れることができないので、まあ図鑑コンプリートっていうのはできないにしても、そっか、バトルタワーか。で、シュートシティで本編の最後のチャンピオンリーグ、あれをもう一回できるみたいな話も聞くし。そうか、とりあえずこれで一区切りなんですね。はい。で、このシリーズというか、この実況、一旦ここで区切りにはなるんですけど、ここで終わりではありません。というのは、パート1の一番最初の時に、喋っているんですけれど、僕は買っております DLC 鎧パス冠パスなので、次は、鎧のこと、そちらのストーリーを進めていきたいと思います。だいたいレベル70以上にだいたいなってるので、まあ多分僕の戦い方次第ではあるんでしょうけど、できなくはないと思うのと、あとワットを貯めたりだとか、そういった意味でそっちの DLC やった方がお得だっていうのと、あとこれを取り始めるっていうなった時、僕鎧のことからいきなりやり始めようと思ったけど、そういえばザシアン捕まえてないなってことで始まったんで、実はこの実況シリーズ自体の巨大なプロローグでもあったんですね、今のザシアン捕獲編は。なので、まあ個人的にはここから本番って感じで、鎧の孤島と冠の雪原の、メインストーリーですかね、そっちの方をやっていこうかなって思ってます。ではまた次回以降もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。真後ろだ。まあそれはそれでいいか。